本日午前中大勝利と言っていい和解をすることができましたので、それを報告させていただきます。もともとアポイント部への配置転換とシュレッダー係への配置転換、いずれもおかしいんじゃないかということで訴えた裁判だったんですけども、そのいずれもですね、社会的相当性を欠くということを会社の方が認めていただいて謝罪していただく内容になっていますので、その点では全面勝利ですし、懲戒解雇の点で、それを罪状というペーパーにして貼り出した点についても、社会的評価を損なって心情を傷つけるということを認めて謝罪する内容になっていて、まあ、こちらとして満足いく解決金の支払いも得ましたので、さっき清水さんもおっしゃられたように、まあ、全面的な勝利和解だというふうに捉えております。ありがとうございます。アリサンマークの引っ越し者、受付担当新井と申します。あ、もしもし。シュレッダー松本と申しますけども。はい。はい。採用担当の方っていらっしゃいますかね。アルバイトの方の募集から何かされて。そう。先日、はい、シュレッダー係の西村さんが営業に戻られたということで、まあ、ニュースになったんですけども、はい、現在、じゃシュレッダー係っていうのは、欠員が出たってことなんですかね。はい、いや、もう他の人間決まりましたので、特に。あ、本当ですか。もう募集はしてないですね。すぐ決まっちゃったんですか。そうですね。はい。わかり、2人はいらないですもんね。そうですね。はい。そうですか。わかりました。すみません。ありがとうございました。はい。失礼します。はい。